タガリュが9月15日にインストアルバム藤沢2021を配信リリースするこのアルバムはタガリュが愛する街藤沢にインスパイアされて2021年頃に制作したもののリリースされずに眠っていた幻の作品当時取材のため神奈川県藤沢市を何度も訪れていた多ガリュは藤沢の掘れば掘るほどに好奇心を刺激する街や景色を眺め 気がつけば13曲の思い出を波打ち際に転がる貝殻のようにひっそりと完成させていたという画像多賀流、藤沢2021配信ジャケット他2件そして今年早すぎる日々の流れに翻弄され忘れていた曲たちを思い出しただが流本人がミックスエンジニアの徳能直也がマスタリングを手掛けてようやく音源化ジャケットの写真は初回取材に同行し カラオケで尾崎豊を熱唱した写真家の雨宮徹喜によるものだ。また田羅流はワンマンライブツアーゆかり EN の東北2公演の追加出演者を発表した。10月12日の岩手・盛岡公演にはスペースブラザーズ・リミックスを手掛けたグローブマンスポットがオープニング DJ として出演し、故郷への凱旋となるライブ DJ のマービーがビートライブを繰り広げることが決定。 続く10月13日の宮城仙台公演には地元で精力的な活動を続けるラッパーのモーメントがフロントアクトとして出演するなお明日9月14日に行われる大阪公演では恵比寿ビーツがオープニング DJ を務める